皆さん、こんにちは。新井圭介です。2024年、3月21日、13時12分、先ほどの続きなんですけども、結婚希望相手は、加古様です。それと、今ね、またどうか誰か歩いたんですよ。多分男性ですね。で、途中で横向いたりするのは、何か思い出したりするときに、ね、横向いたりとか、そういうことあります。で、皇室から離脱するとき、離脱、まあ、除籍っていうんですかね。まあ、お金が給付されるじゃないですか。それって退職金のことなんじゃないんですか。で、まあ、以前も SD カードを送った内容で言っていたと思うんですけども、その佳子様と結婚した時にね、もう僕の状態はもうずっとこうでしたから、そういうことを全て勘案するというか、まあ、全て考慮すると、その現物給付みたいな形で皇居の中の土地もらって、でそこで家を建てる、それが一番無難なんじゃないですか。わからないですよ、けどやっぱりそれは無難、安静が一番無難でしょうね。まあ、皇居の中はどうなってるとかわからないですけども、今、佳子様の声で、君が正解っていう声が聞こえてきたんですけども、もともと宮内庁の人か、国会議員の人が、君の言ってることが正解だっていうことを言ってくれてるんですよ。で、それ、佳子様の声で言ったことにしたるわとか言っていて、だからね、もう、覚えてるといや、ものすごく覚えてるから、一応まあ、だから今僕、機嫌いいでしょ。日本全国というわけじゃないですよ。ある程度の範囲。この話をしたときに、各地域を守るのは各地域の人たちでとか何かね、もうなんか、まあ、当たってるといえば当たってるんですけど、外れてるといえば外れてる。まあ、そういったことも含めて、佳子様とお話し合いをしなければなりませんので、まあ、順序どちらでもいいですよ。結婚断られて、その後話し合いもせずにどっか行かれる。これ一番僕困りますから、それはもう責任感の問題でもありますから、いろんな意味で助けてくださいね。その裁判云々とかそういうことを含めて、まあ、裁判に関しての問題は今まで言ってきた通りです。アナウンサーのその親族に裁判官がいてっていうのは、それがまず問題ですね。そうじゃなかったら何のために高い給料をもらってるのか分かんなくなりますから。以上です。それと、言うの忘れてました。22時以降、外歩くんやめましょう。その時間以降に私が家を出ることはまずありません。で、新井圭介が20歳ぐらいの頃、要するに1998年頃、それぐらいの頃に、新しく変な法律出来上がってるんですよ。女性がもともと22時以降働いちゃダメなんですよ、法律的に。で、テレビのニュースが22時以降で放送されていて女性が出てるでしょ。アウトなんですよ。だから本当は生中継じゃなくて、ライブであると。あ、じゃなくて、ライブじゃなくて、収録したものをその時間帯に放送してるだけですっていうことだったのかもしれない。だけども、プロ野球ニュースとか、その当時の名前、その後は何でしたっけ？今現在名称スパークという番組ですけども、
女性アナウンサーとか出てるでしょ。だ収録を何時にしてるのか知らないですけども。編集とかありますからね。やっぱり生番組なんじゃないですか。その22時以降、例えば報道ステーションを見て、僕は佳子さまと結婚したい、会いたいとか言ったら、もうすぐ僕の家に、その日に、22時以降は本当に無理。どちらにしても僕の言ってることはっきりしてるんだから、僕の家に来たらいいじゃないですか。ただ、22時以降にこの辺歩くのをやめてほしいっていうことは何回も言ってます。それはもう受け入れてください。絶対的な内容で。頭が取られてますね。いうことは頭なんか取って、それで気分良くなって歩いていたのかもしれないですよ、加古さん。で、それがすごくものすごい嫌がらせだっていうこと、相手の言った通りぐらい、これだけすごい嫌がってることなんだからやめてあげようっていう行動をね、皇室の人たちが今までしてなかったから、だから世の中絡んでくる人間たちも多かったのかもしれないですよ。佳子さまのウィキペディアから、ウィキペディア、自分のウィキペディアを作ろうかなとも思ってますけども、今それお腹のところから抜くっていうような形で取られましたけども、ウィキペディア作らない方がいいですか、どうです、同じでしょ、はっきり言って。佳子さまと結婚するっていうことの前提であれば。一回僕、ウィキペディアあったんですよ、自分の。二回ぐらいあったんじゃないですか。フルーツラバークスの二十歳ぐらいに勤めていた時と、あとは、あとですね。2011年以降。それだったら私が会うとか、その佳子様がおっしゃってくれたのを覚えてるんですよ。で、今まで会うっていうことはいっぱい言ってくれてるんですけども、会ってくれてませんから。だから、これだけ、段階がいろいろあると思いますよ。2013年の頃がこうだったとか、ああだったとか、その小林麻耶がっていうことを言ってたじゃないですか。で、ただ小林麻耶に関しても不審なところが多かったし、髪の毛染めるのやめられるようになったのが2021年って。だから髪の毛染めることによって僕と結婚したくなかったんでしょっていうことになるんですよ。他のものも同じ。話長くなって、いや、愚痴になってもしょうがないんでね。最後、このね、動画の最後ぐらい、やっぱり、佳子ちゃんっていうことを言って、親しみを込めて、仲良く幸せになれることを願って、今回の動画、佳子ちゃんとね、幸せになれることを願って、この動画終了したいと思います。今ついてるのが、佳子様じゃなくて、先通った男性かもしれない。それでした。こういうのになってるのか、佳子様がどうお考えになられてるのか。佳子ちゃんっていうことを言っただけなのか、敬語じゃないっていう部分でね。
もう一回固定したらもうそれもう動かさないようにすることですね。経緯がないと思います。以上です。